はい、サイグスーヨー中ガナベラ三振エヴァンジェリスト前チンこと前田明やいビーンイエイ。今日も楽しい三振ライフお届けサビラということで、今日も三振がいけないバネ指の前チンです。今日はですね、三振が引けないのでね、三振を引いている、血に爪の、お話を しちゃおうかな、ということで、あけぼの三振の方ではですね、オリジナルの、爪、まあ、つまりこの、音色工房としてですね、この音色に、すごくこだわって、そして音色を研究して、まあ楽しい三振ライフを皆さんに情報をお届けしようというねスタンスで、今一生懸命、やっております。さあ、その中でですね、この爪ですね、いろいろな爪があります。今ですね、だいたいこういう感じののがスタンダードになってますね。それをですね、ここまでどのように来たのだろうかということを、文献で、私のですね、師匠がですね調べて、そしてじゃあ最初当初の頃、こう今はもう皆さん進化した番号やってるんですけども、今から何百年前の、最古の、チミとはどんなものかということでですね、200年ぐらい前の、爪がですねの形が、まあ、大体こういう形になってましたね。じゃあそれ以前の、爪はどんな感じでやってたんだろうかというと、いうことが文献に残っていたようでありまして、私もそれを、見せてもらったんですけども、こういう形をしておりました。すごいシンプルですよね。もうそのまま、爪ポンってね、こういう感じのね、これは、素材はユシギですね、こういう感じの、もので、そしてまあこういうだいたい、14ミリから16ミリぐらいのね穴を開けてポッて差し込んで、で結構ですねこの穴をですね、なんていうんですかね、こう深く指をこう突っ込む方がいらっしゃいますけども、結構ですねこの爪、自分の爪がありますね、これがかぶさるぐらいの状態が一番引きやすいですよね。まあそれを作られているようですね。今日はこの今オリジナルで作ってる、その文献をもとにして作ってる、爪のご紹介をしたいと思います。これはですね、今爪の、注文とかですね、入ってきてですね、それどんな種類があるのか、どんな感じなのかということを、聞かれるんですけども、一番いいのはこちらに来てもらってどうぞっていうのが一番いいんですよね。フィットするフィットが、でもそれがなかなか今のね状況で、難しいっていうわけですから、まあ参考程度になりますけども、動画でご説明しとこうかなということで動画撮りをしようと思いました。ということで、まあ種類的に今ですね、タイプがこういうユシギという、そしてこれはクルチですね、クルチのもともとの、原初的な形ですね。そしてこれは、琉球松を厚密材なんです、圧縮をしてクルチと同じ形にした、琉球松ですね。そしてこの先っぽには水牛の角を加工して爪先に一緒に琉球松と一緒に、やっております、作っております。そしてこの方も琉球松なんです。これ生え引き用でですね、これも同じようにこの水牛の角を加工してはめております。こういう感じですね。ちょっと違うのはこういう後ろのですね、
やっぱりなんかこうフィット感というかすごくもう早く弾けるようにですね、またこちらのこうはこう親指がポッてですねピタッてするようにですね、このこの形とですね、またこういうこういう形ですね、こういう形がまあ当初の、これが当初の原型ですよね。昔の最初のこの作り始めた頃の原型、文献残っていたのがこういうものでありまして、それから進化をしてこういう、どっちかというと私はよくギターでね、サモピックってこの親指にこのフィットさせるようなものを作ってるんですけども、あとまたサモピックっていうのはこう親指にですね、こういう感じでやるんです。この方はですね、素材は油脂木で作ってですね、で、皮をですね、こう、うまく加工して、フィットして、この、指に自分のフィットしたときに、ここの方でですね、こう、なんていうんですか、接着剤、ボンド、強力な接着剤で留めてると。で、そうするとフィット感。で、革ですのでですね、この結構、うまくフィットしながら、こう、伸びてくれるっていうか、で、痛くないんですよね。普通のプラスチックのやつあるんですけど、今まで使ったのも、引いてる間に痛くなってくるんですね、この締め付けが強くて。あ、これ一番いいなと。今、気に入ってるのが、このユシギの、サモピック。オリジナルのね、サムピックをやっております。この種類ですね。そしてまあ、この方も油脂木の、で、ここに水牛の角を加工して入れております。このタイプが今、オリジナルとして、作っております。ちょっと音色を、ちょっとね、やってみましょうかね。結構まあ、今弾いてる感覚ではこの油脂木の、まあ、その木だけのやつをですね、こう、柔らかい音を奏でますね。そして今度は油脂木の、この水牛の角を加工して入れた爪ですね。この方はまた、柔らかいんですけども、すごくなんかずっしりした感じの、音色を奏でますね。さあ今度はクルチ、クルチはどうでしょうかね。クルチは、これ素材そのものそのままのクルチですね。これはやっぱりすごく重厚な重低音というか、そういう音色を醸し出しますね。さあ今度はそのクルチの早弾き用のですねものはどうかというと、音色的にはそんなに変わりないけども、やっぱこの弾きやすい、早く弾くためにやっぱり作ってるのでね、早弾き用のねクルチ版、これもいいですね。いい感じです。さあ、琉球松の、この水牛バージョンですね。水牛 の爪を加工したもの。これはまたなんか音が丸く感じのフィット感、音のフィット感がありますね。こう感覚的にね、こういう感じがあります。さあ、油脂木の、この水牛の爪を加工した爪は、ああこれいいですね。これなんかすごい心地いいです。この油脂木のこの爪バージョンいいですね。あ、いい感じでなります。あとはまあこれ普通のね、既存のこの水牛ですね。あ、これもやっぱいいですね。やっぱりこのうちの師匠がですね、この水牛の角が一番音色的にいいかなって言ってましたね。
その意味がそういうことなんですね。ですから多分今ほとんど水牛のね角が多いというのはそういうことなんでしょうね。まああとはこれは、あ、これもいいですね。これもやっぱり柔らかい、これはまあユシギのねキーだけなんですけども、あ、いいですね。まあそんな感じでですね、こう音色がこんなに違うと、今まあ動画いつも見てくれてるのでね、こういうタイプがありますのでね、参考にしてくださいね。これが琉球松の、水牛の角を加工して入れた、これはこの形的には、一番古い時の文献から出てきた形ですね。こういう感じになります。まあ指の長さはこんな感じですね。この大きさ的には7センチぐらいですかね、7センチ弱か、まあそのぐらいの長さがあります。まあ結構重さ的にもまあいい感じ、いい感じってどんな感じよみたいなねですけども、あとまたこの、今度その油脂だけのバージョンですね。形は一緒です。形的には一緒ですね。ただこれは油脂だけのバージョン、柔らかい、非常に柔らかい。でまあ今度これは、クルチ、クルチだけの文献をもとにして作ったチミですね。こういう感じね。そして、これはクルチの早引きバージョンということで、ちょっと工夫をしてこういう感じになってますね。はい、でこれが、琉球松、形は一緒ですね。こういう感じで早引き用に作っています。はい、これは油脂と、その水牛の爪ですね。これも早引き用にして作っております。はい、参考にしてですね、また後で何て言うんですかね、詳細は、メールしますのでね。はい、そんな感じでですね、今日は、三振が弾けないけども、爪は、弾けたみたいな感じでですね、ご紹介、させていただきました。今日も皆さんのね、楽しい三振ライフがありますように。安心、また、やさい。